青森市にある昭和通り商店街のいろいろな発見をお届けする昭和通りびっくりニュース。今回はこの商店街の拠点ともいえる黒い外観の建物ブラックボックスを紹介します。何が飛び出すかわからない、そんな意味を込められて名付けられた建物は元松竹の映画館だったところ。今も建物の中にはその面影が残されています。今は農家レストラン、ギャラリー、レンタルキッチン、ホールなど食や芸術などの創造発信の場所となっています。ブラックボックスは商店街の活性化はもちろんなんですけども、ただ人を集めるだけじゃなくて、その来場者が他のお店へ回って、いろんな買い物をしてもらう、そこが最終目標として、オープンさせました。なので、経済的な活性化を目指しています。で、今まだまだ足りない部分はあるんですけども、ゆっくりゆっくり今よりも明日よりも明後日、良くなるように少しずつ一歩一歩、改装していっている最中でございます。日本初の炙り天丼をやってまして、表面を炙ってさらに香ばしい天丼を提供しております。キッチン付きレンタルスペース BB シェアキッチンで時間限定で営業しているのが炙り天丼天順です。炙りっていうので好みは分かれるところなんですけど、好きな方だと毎回炙りで注文いただいてますので、もっともっと広めていきたいなと思っております。もしよろしければぜひお試しください。老若男女が安心して楽しめる昭和通り商店街にはブラックボックス以外にも驚きや発見があります。次回をお楽しみに。